ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は本日からスタートしています Amazon のこちらファッションタイムセール祭り、この春のビッグセールでセール価格になっていますタブレットをご紹介したいと思います。セールの目的としましては、ファッション関係のアイテム、衣料品だったりバッグ、シューズなど、そういったものを購入するとお得という内容になっていますが、実はそれだけではなく、ガジェット関係も多数がセール価格になっており、今回はその中でもタブレットをご紹介していきたいと思います。ちなみにマスルの方はもう初日いろいろと買い物をして、まだ1日目ですが、こちら約5万円の買い物を先ほどしたところです。いろいろと便利な商品多数注文しましたので、また届きましたらそちらの方は後日の動画でご紹介していきたいと思います。では今回の本題でもあります。どんなタブレットがセール価格になっているのか、そちらご紹介したいと思います。今回は価格が安いタブレットから順番にご紹介していきたいと思います。まず一つ目はタブレットはこちら。ウィンスフォードというブランドで販売されています7インチのコンパクトなタブレットになります。もう最近では7インチのタブレットかなり珍しくなってきて、選択肢も少なくなってきましたが、割と中華メーカーのタブレットは今でも7インチのモデル発売されており、今回ご紹介するのも7インチのモデルとなります。評価の方はそんなにいいわけではなく、星5つから星1つまで、まばらになっているような印象ですので、これは品質が悪いという意味ではなく、そもそも価格は安い製品ですので、スペックは低く少しもたつく場面があるというのが、この評価がバラバラになっている理由かと思います。肝心のセール期間中の価格につきましては、通常が1万円のところ、今ならば7899円。さらに 5% 付のクーポンが用意されていますので、もっと安く購入することができるというとてもお得なモデルになります。スペックにつきましては、OS が Android 10、ストレージが 32GB、512GB の MicroSD に対応しているタブレットになります。とにかくコンパクトで、そして価格は安いモデルがいいという方向けの製品となっています。そして続いてご紹介するモデルはこちら、ブラックビューのタブレットになります。ブラックビューと言いますと、格安スマホでおなじみのブランドですので、スマートフォンの方は買われたという方も多いのではないかと思います。こちらは珍しくブラックビューのタブレットとなっていて、OS が Android 11を搭載したモデルとなります。価格につきましては、通常が1万7000円のところ、今回のセール期間中は14,499円となります。こちらは8インチのモデルとなっていて、こちらも最初のモデルと同様、とてもコンパクトなタブレットとなります。スペックにつきましては、CPU がユニソックの T310、RAM が 3GB、ROM が 32GB となっています。ディスプレイは8インチということで、とにかくコンパクトなモデルで、ベッドの上なので動画を視聴したりというのに最適なモデルとなっています。こちらも通常よりもかなりお買い得な価格になっていますので、今何かコンパクトなタブレット欲しいという方、そういう方はこの機会に購入を検討してみるのもいいかと思います。なお、こちらの製品につきましては、ただに価格が安いというだけではなく、専用の保護カバーもセットになったモデルとなっていますので、そういったセット品まで充実したモデルという意味では、こちらのモデルもお買い得と言えます。そして、続いてご紹介するモデルは、タブレットの中では一般的なサイズとなります、10インチのタブレットになります。価格につきましては、通常が18,900円のところ、セール期間中16,000円となります。スペックにつきましては、8コアの CPU を搭載しており、そしてメモリ容量としましては、RAM 6GB、ROM 64GB となっていますので、Android タブレットを動かす分には、最低限必要な容量は十分搭載されたモデルになります。
さすがに32ギガですと少し容量が足りなくて、マイクロ SD カードの併用をお勧めしていますが、このモデルあれば標準でも64ギガのストレージが搭載されていますので、十分使えるモデルとなっています。ディスプレイにつきましては、10インチで IPS 液晶、解像度も 1920×1200 ドットと十分な解像度を持っており、またタブレットの中では最近は少数派となっていましたホワイトのタブレット、前面のベゼルも含めてホワイトなモデルとなっていますので、ホワイトカラーのモデルが欲しいという方にとっては、これはこれデザイン的にもお買い得なモデルとなっています。価格的にも安く、そして一般的な10インチのサイズでもありますので、電子書籍などを読むにも最適なモデルと言えます。そして次にご紹介するものでも価格帯としては同じぐらいのモデル、今度はタブレットとしては有名なブランドオールドキューブのブレンドで iPlay20P というモデルになります。こちらもディスプレイサイズは10インチのタブレット、 OS は Android 11で CPU は Helio P60、 RAM 6GB、 ROM 128GB というスペックのモデルになります。実はこのスペックのせいもあって、先ほどご紹介したモデルよりも10インチのモデルとしてはこちらの方がおすすめです。なんといっても標準で 128GB の内蔵ストレージを搭載していますので、本体に動画などのファイルサイズの大きいコンテンツを保存するということ、あるいはたくさんのアプリをとにかくインストールしたいという方にとっても、この 128GB の内蔵の ROM が便利で快適に使えるモデルとなっています。CPU につきましては Helio P60 で、2年ぐらい前のミドルレンジのスマートによく搭載されていた CPU ですので、少し処理性能としては物足りないところはあるかと思いますが、この価格帯で購入できるモデルの中では十分ハイスペックなモデルと言います。ディスプレイにつきましても10インチでフル HD となっていますので、十分な解像度があり、こちらも電子書籍などのコンテンツを見ても精密な文字を読むことができますので、使いやすいモデルとなっています。あと通信ですが、 4G のネットワークにも対応となっています。そして続いてご紹介するモデルは、少し一気に価格が上がって2万円を超えます、22,350円のモデルになります。とはいえ、もともとこのモデルは3万円で販売されていたモデルですので、今回のセール価格通常よりも7400円オフとなっていて、これはこれでお買い得なモデルと言えます。こちらもタブレットとしては有名なブランドテックラストから販売されているモデルで、M40 Pro というモデルになります。スペックとしましては、ディスプレイサイズが10インチ、 RAM 6GB、 ROM 128GB、ディスプレイは10インチの 1920×1200 ドット IPS 液晶となっています。バッテリー容量も 7000mAh と大容量で、対応しているマイクロ SD カードにつきましても最大 512GB と容量の大きな SD カードもサポートしていますので、もともと内蔵ストレージも容量も大きいですが、こういったマイクロ SD による拡張も可能ですので、データをたくさん保存される方にはとても使いやすいモデルとなっています。 CPU につきましても、ミドルレンジのタブレット向けの CPU Unisoc T618 オクタコアが採用されていますので、動作面につきましては、さすがに最新のスナップドラゴンの800番台と比べますともたつく場面はあるかと思いますが、必要十分なスペックを持ったタブレットと言えます。デザイン的には割と驚愕縁のディスプレイを採用しており、使用する上でも10インチとサイズは大きく見えますが、実は驚愕縁のおかげもあってコンパクトなモデルとなっています。なお、こちらのモデルにつきましては、一つ注意点として、全く同じモデル、テックラスト M40 Pro ですが、こちら、同じくテックラスト M40 Pro が、セール価格で2万5000円で販売されているページもあります。販売ページによって少し価格が異なっています。こちらのモデルは2万5000円ですが、最初にご紹介したモデルは22,350円となりますので、
なるべく安い方がいいという方の場合は、こちらのモデルを購入した方がいいかと思います。ということで、いかがだったでしょうか。今回は Amazon で現在開催中のファッションタイムセール祭りでセール価格で販売されています Android タブレットをご紹介しました。意外と多くの製品がセール価格になっていたかと思います。これ以外にもパソコンなど意外とガジェット関係セール価格になっているものが多いので、またそちらにつきましてはお得な商品を見つけて改めて別の紹介をしたいと思います。引き続きセールの方は開催中ですので、まあ、それもとりあえず初日は5万円の買い物をしましたが、まだまだ欲しいものがたくさんありますので、2日目、3日目といろいろと購入をしていく予定です。本来はファッションタイムセール祭りですので、春物、それからもう暑くなってきましたので、早めに夏物の衣料品関係、そちらを購入しておくというのもポイントが貯まりやすくてお買い得と言えます。また今後ご紹介しますお得情報、そちらが気になる方、グッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして今回ご紹介しましたお買い得なタブレット販売ページにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる商品ありましたら概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。